アリエッティと国立を作るってことですよね。ね、そうすると、うん、まあ、アリエッティはね、若い人で作ろうと、うん、それでまあ皆さんがね、もう一本ってことで、うん、それでまあ五六でやろうってことになるんですけれど、うん、あれって原作も国立坂からっていうんですか、漫画はそうですよね、高橋千鶴さん、うん、はいはい、ですよね。それでまあこれはね、まあ、あの耳をすませばの時と同じく、うん、要するにあの信州の山小屋で、はい、ね、読むものがなくて、うん、いろいろ少女コミックを読んで、そうそうそう、読み漁ってたんですね。コミックって言ってもそれも雑誌しかないわけで、はい、単行本にもなってない、そうすると連載ものの一部、うん、でそれをね、宮さんがまた持ち出して、うん、これで鈴木さんそれにしようよと、うん、これでね、その時は珍しく、珍しいって言っちゃあれなんですけど、宮さんが明快な、なんだ、あの企画意図を言ったんですよね、うん、要するにこれって2000何年ですか、10年ぐらいですか、作り始めたのは。あ、作り始めたのはそうですね、公開が11年です、ね、だから皆さんが言い出したんですよ、うん、要するに、まあ、21世紀になって、ね、世の中がますますおかしなことになってきてる、うん、そうするとなんでこんなことになっちゃったんだろうって、うん、でそれをね、ため息っていうのか短足っていうのか、うん、皆さんが何度も口にするようになっちゃって、これで彼がね、言い出したんですよ、うん、どうしてこういう日本がどうしてできちゃったか、うんうんうん、そのスタートを描いたら意味があるんじゃない、うん、なるほど、うん、これでね、まあ、その時は五郎君入ってなくて、まあ、僕との二人の会話だったんですけれど、うんうん、まあ、宮さんが言うにはやっぱり東京オリンピックだろうと、うんうんうん、うん、その前後、うんうん、でそこからね、みんな浮き足だったんだって、うんうんうん、これで鈴木さんその時いくつなんですとか言い出して、うん、俺、僕がオリンピックの時は高校1年生ですからね、うん、って言ったら、じゃあ鈴木さんがの映画だよって言い出して、うん、俺でね、まあ原作を、はい、あの何らかの形で手に入れて、うん、で前もう一回読む、うん、でそれは必ずしもその年代としてはね、ずれてるんですよ、はいはい、うん、ずれてるんだけれど、うん、あのその設定をその今の時代にぶち込んで、うん、これでやろうっていう、うんうん、そういう企画だったんですよね、うん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 、だから、うん、皆さんがやたらとね、うん、こういうことが起きたんですよ、僕に取材をするって当時のと突然ね、鈴木さんはこうどうだったの、ああだったのって言って、これで高校時代っていうのはさ、中学の時はどういう世の中の雰囲気、どういう世の中を見てたのって、うんうん、これでまあね、何喋ったかはほとんど覚えてないんですけれど、うん、ただ僕ね、こんなようなことは言った覚えがあるんですよね、要するに世の中からね、なんて言うんだろう、日本という国が右肩上がり、戦後ね、あの復興して、はい、あのこれで未来には、あ、明るい未来しかない、はい、そういう気分がね、うん、統一してたっていうのか、うんうんうん、そういう中で、うん、まあみんなね、なんかあのとにかく、世の中良くなる、うん、でそれは良くなるっていう時にあらゆるものなんですよね、経済的にももちろん豊かになるし、はい、ねえ、これで科学文明も発達するだろうし、はい、うん、これで僕がその頃言ってたのは、これまあ手塚さん、手塚治虫っていう人の影響も強いのかもしれないけれど、うん、僕らの世代ってね、いわゆる団塊世代ですよ、うん、多分ね、最初の科学の子、なるほどなるほどだから物心ついた時にはね、うん、なんかやたら、うん、あのモーター作ったりね、なるほどなるほど、俺からゲルマニウムラジオ作るとかね、うん、なんか知らないけどね、機械に強いっていう話を、うんうんうん、これね、喋ってて何で思い出すかっていうと、うんうん、宮さんがそのことに対して非常に抵抗を示したっていうのか、僕と宮さんって8歳違うでしょ、うんうん、そう、宮さんの世代ってね、科学弱いんですよね、うん、あ、そうですか、うん、これは面白かったな、ね、うん、でやっぱり戦時中に生まれてね、うん、で本当の貧しい時に思春期でしょ、うんうん、
そうすると科学も減ったくれもない、うん、でまあ皆さんがその中で出会ったのは手塚さんっていう、うん、まあねいろんな漫画ある中で一人だけ頭のいい人が漫画描いてるっていう、うん、それにね文化的なショックは受けるんだけど、うん、もう一つの側面である科学、うんうん、で科学の進歩が人々を幸せにする、うんうんうん、なかなか皆さん乗ってこなかったんですけどね。でまあねこれは皆さんで言うの考え方なんですけれど、うん、まあジブリってね監督中心主義でやる、はいはい、それが高畑宮崎の場合はそうだったんですけれど、うん、アリエッティからはそうじゃなくて企画中心でいこうと、うん、つまり企画も本もシナリオも、うんプロデュース側で作ってそれを提供するって、うんうんこれで、まあ、実はね、まあ、アリエッティでの成功があったんで、はいねまあ、みんなで話そうっていう時に、うん、宮さんと僕と、うん、それから丹羽恵子っていう、はい、でこの人がアリエッティの時にものすごい力を発揮してくれたんで、うん、今回も彼女に本を書いてもらおう、うん、それで、まあ、いろんな、まあ、宮さんの作り方っていうのはいろんなエピソードをいっぱい作っといて、うん、それで後でそれをね、うん、起承転結、うん、どうやってまとめるかって話なんで、うんそうすると、うん、もう本当にねそれこそ、ね、アリエッティの時とアリエッティの時よりもしかしたらもっとすごいかもしれないすごいスピードで、うん、何回も何回もあって、はいはいはい、ある時なんかもう毎日ですよね、うん、そうすると毎日皆さんが違うことを言うんでやっぱりでそれを丹羽恵子がまとめるのが大変でもね丹羽恵子っていう人は、まあ、改めて言うと僕が雑誌やってた時の部下の一人でもともとシナリオを希望俺で松竹シナリオ研究所っていうところで天才少女と言われた人 で、うん、でこの人がね皆さんが毎日違うこと言うでしょで違うことによって当然だけれど全体も変わっちゃうわけでしょ、うん、毎晩それをね書き直してくれたの、うん、でしかも宮崎駿のついつまの合わないとか全部指摘、うん、それをねたった一日でやってのけてくれたんですよ、うんだからまあ本当に助かって、うんうん、それでまあこういう本ができる、うんはい、それでまあ宮さんがもう一つこだわったのは学生運動もこっからだよねって、うん、ちょっと早すぎるかもしれないけどやっちゃおうって言って、うんうんうん、それも意図的に入れたし、うん、でついでだからって言って、まあ、僕らね徳間グループっていうところにいてそこのね徳間名物社長で徳間康義っていう人がいたんで、はいうん、その人をさ理事長としてというのは徳間公会っていうのは逗子開成学園の、うんうん、ねある時校長をやり そして理事長もやってたんで、うんうん、でそういう人をねそのまま持ってくるっていうのはね、はい、まあ亡くなった社長への供養にもなるんじゃないか、うん、みたいなね、うんうん、そんなあれですよねそうやって聞くとだいぶいろんな要素をぶち込んだんですね、うんうん、そうですね忘れてましたけど、ね、映画の中に、うんうん、で本ができた時に、うん、まあね、まあ、五六なんかやっぱりブツブツ言うわけですよ、うん、ね僕らの世代には分かんないそうですよね ね俺は僕しょうがないからね日活の映画見ろって言ってあ、うん、か日活の方なんですね、そう日活映画なんですよこれでねまあ象徴的なタイトルで言うと、うん、いつでも夢をうんまあこれ歌からスタートなんですけれどこれがまあ歌は大ヒットそして映画にするとそれも大ヒットだから美しい渋滞うんそうね美しい渋滞なんてね後で振り返ると、まあ、僕大学になってそれ知るんですけれどすごい歌詞なんですよね、うん昨日習ったノートを君に貸してあげよう優しい君にってこれをね高校生とかねもう大ヒット曲なんだで最後映画のラストは登場人物が全員出てきてその歌を合唱するとミュージカルってその象徴的な存在が吉永さんはいはい、はいうん僕なんかどうも苦手だったんですけど、ね、まあそれはいいんですけれど若い東京の空の下とかね、はい、まあだから人並みに見ましたよね、うん、でそれまで、うん、まあこれは後に知るんですけれど、うん、ね日活の映画なんてねそれとは全く逆の映画を作ってたわけで
ねえ、さんざっぱらお互いうんざりしてるのに、うん、なぜか一緒にいる男女、この二人がどうしていくかっていう映画とかね、あ、そういうねっとりしたのやそうそうそう、そういうの一掃されるんですよね。まあ、その前に裕次郎って人が出てきて、あ、ねえ、まあ、アクションものをやるんだけれど、さっきね、柳橋さんから指摘があった石坂裕次郎、うん、これがまあ時代に見合ってたんでしょうね、うん、まあ、石坂裕次郎の書くいわゆる青春もの、うん、と日活とか結びついて、うん、でそれが若い人たちの支持を得る、うんうん、なるほど。で今振り返るとね、まあ面白いって言っちゃあれなんですけれど、ほとんど その日活映画ってね、うん、主人公の人が大体ブルーカラーだったんですよね。ああ、で一部学生、はい、でもね、全体の中でほとんどはねブルーカラーなんですよ、うんうん、それと歌謡曲が結びついて、うん、だからまあ世の中がねなんか分かれてたんですね、二つに。なるほど、うん、だから僕らはそうやってね中学高校洋物ばっか聞いてたけれど、うんうん、一方ブルーカラーの人たちはやっぱり日本のね新しい、うんうん、そういう青春歌謡を歌ってた、うん、で僕らそれ大学になってね、はい、その歌われてた歌をね知ることになるんですよ。あ、そういうこともあるんですよ。それは鈴木さんがいた階層のやっぱそうですね、学生たちはそういうもの洋物を聞いてて、そう、そう、うん、でこれはね数字的なことで言うとね、僕らの世代ってね、うん、大学が入るじゃないですか、はい、で団塊の世代だから何て言ったって3世代、うん、800何万人いる、800万人いるんですけどね、うん、まあ1世代大学行くじゃないですか、うん、そうすると新聞にデカデカって出たんですよ、うん、4人に同世代の4人に1人が大学生、あ、はい、あれでまあ簡単に言うと、うん、もうこれで大学生も意味が価値がないって言われた時代で、でその後ね、うん、それが、ね、もっと増えていくわけでしょ、半分になり、うん、ほとんど全員いくみたいな、うん、でも僕らの時にまず最初それ言われたんですね、うん、でそれで言うと僕らね第一世代なんですよ、受験戦争の、うんうん、それとそういうねいろんな新商品がいっぱい出たし、うん、うん、家電のね、うん、で若者向けのそういうものが出た時代でもあるし、はい、うん、いろんなことが重なった。でそういうことで言うと宮さんの言う、うん、なんでこんなことになっちゃったのか、うん、ね、この国がどうしてこうなっちゃったのかって、そのスタートの時には、うん、そんな雰囲気があったっていう、うん、これでまあ五郎君はね、そんな分かるわけないですよって言われたからしょうがないから、うん、まあ吉永小百合の映画をね随分僕提供しましたよ、うんうん、で見ろって言って、はいはい、びっくりしてましたよね、うん、何ですかこれって何ですかこれ、だけどみんな明るかったんですよ、うん、だから深く考えない、うん、でね、待ってるのは明るい未来だけ、うん、そういう時代っていうのは厳然としてあったんだから、うん、それはやっていいんじゃないっていう、うんうん、でなんて言ったってね、旗を上げる少女とね、そして海からやってくる少年って、うん、かっこいいですね、自分で書いてるんですよ、ね、これでね二人はまっすぐに進むでしょ、うんうん、これでいてこの自分たちの出生に疑問を抱く二人の暗い青春の悩み、うん、これはなんかね石坂浩二郎、石坂洋次郎ですよ、なるほど、そうなんですよ、うんうんうん、これでねどっかで引きずってるんですよ、この戦争と戦後の混乱期、うん、そう戦争のね残滓が残ってるんですね、うんうん、そうだったんですよね。でまあその時代をね、うん、まあ、非常に象徴するのが今の上を向いて歩こうっていう歌だから、うん、それで僕はこれをね主題歌にするのが一番いいんじゃないかなと思って、うんうん、それでまあやってったような映画で、これでまあ五郎君はいろいろね悪戦苦闘もしましたよね、はい、でそういうことで言うとね、うん、五郎君にとってはなんていうんですかね、そういう昔のことを調べて、うん、それでその気分まで含めて全部自分のものにして、うん、それで映画を作っていかなきゃいけなかった、うん、そういうことを言うとねかなり苦労したと僕は思いますね、だって分かんないことやんなきゃいけないんだから、はいはい、だから一種、ね、文化人類学ですよね、五郎君にとっては、うんうん、その時代にねタイムスリップしてそこで見たこと聞いたことを映画にする、うん、だから僕は結果としては皆さんにね自分の体験を話し、うんうん、もうね、もう一回やんなきゃいけなかったんですよ、五郎君の前で。なるほど。そこの場に五郎君がいないから、うんうんうん、であれはね五郎君がこだわりましたよね、というのは
この主題歌にはこれがいいって言って、これまああるテレビドラマの主題歌でもあったんですけれどね、それをもう一回使うってことに対して、で森山良子さんであるってことに対してね、五郎君こだわるんですよ。で何をこだわったかって言ったら、ね、もうありとあらゆるものをね、宮さんと杉さんがね、いろいろ提供したもので作らなきゃいけない、冗談じゃないと、これでね、歌詞だけでも変えたい、これでね、まあこれは五郎君と話し合う中で手島葵ちゃんになるんですけれどね。そうですね、さよならの夏、ね、そう、はい、まあいい歌ですけどね、五郎さんにしてみればものすごいこう押し切せがったわけですね相当嫌がってましたよね。なるほど、それはやっぱりそうですね、父親の脚本で、で元のいろんな内容は鈴木さんからで、もう嫌になっちゃうでしょだからよくやったなと思いますよ僕は。2作目のプレッシャーもありますもんね。まあね、だからまあこれ最後、本当はもう最後に喋ろうと思ってたんですけどね、これね、はい、ファンタジー要素ないでしょ。そうですね、そうですね、うん、でもう本の段階で僕はそれ知ってたわけで、うん、で宮さんにね、はい、詰め寄ってるんですよ、うん、これどこにもないですよねって、うん、いいんだよって言うんですよね要するにファンタジーなくてね、どのくらいね、うん、世の中にアピールできるか、お客さんが来てくれるか、うん、それを知りたいんだよ俺はって、うん、実験だって実験、なるほどね、風立ちぬ作るための大実験なんですよ。なるほど、やっぱりね、例えば耳を澄ませばそうでしょ、うん、あの物語の世界を描くっていうのはそれなわけで、うん、そしたらあれだって別にね、あれ本当は必要かって言ったら必要ないわけで、でもお客さんに喜んでもらうためには、はい、サービスとしてそういうものを入れる、うん、ちゃんと皆さんなりに考えたんですよね、うん、でもこれに関しては、うん、そういうもの一切なしで、うん、どこまで通用するか。なるほど、宮崎さんがその脚本段階でやろうとしてたことって、まあ、その実験みたいなものもあると思うんですけど、うん、その時代を鈴木さんが今おっしゃった感じで言うと、明るい前向きな時代として描くというのは多分鈴木さんの中にきっとあって、うん、宮崎さん自身の意図はもうちょっとそういう朝鮮戦争によって父親が死んでるだとか、その出生の秘密が、まあこれは少女漫画的なものかもしれないですけど、出生の秘密があるだとか、そっちやっぱり石坂洋次郎、あ、宮崎駿もね、うん、一番好きな映画がね、はい、石坂洋次郎で、あ、日の当たる坂道っていうのがあるんですよ。これがね、出生の秘密もなんですよ。なるほどやっぱそういうのは、そういうの好きなんですね、宮崎さんね。そう、少女漫画は好きなのも、それの系譜を引いてる、少女漫画がそういうものの系譜を引いたもの、ほとんど読んでないから、 あれ本当にね、たまたま大げさに言うと、うん、これと、うん、耳を澄ませばこの2冊しか読んでないですよ。なるほど、やっぱりね、うん、なんだ、石坂洋次郎の洗礼はすごかった、うん、で石坂洋次郎っていう人は、うん、あのどっちかっていうと山の手を描いたんですよね。なるほど、だから舞台がね、うん、それこそ田園調布とか、はい、緑ヶ丘とか、うん、そっちが多いんですよ、うん、下町じゃないですね。そうなんですよね。だから日活っていう映画も、うん、そのなんだ、ブルーカラーでの場所で、うん、工場で働くブルーカラーの若い人たちを描くんだけれど、うん、途中からね、その石坂洋次郎ものが入ってきて、うん、これでね、ブルーカラーとホワイトカラーと日本路線になるんですよ、うん、なるほど、うん、これは面白かったですね。で東方はね、ブルーカラー絶対描かなかったから、葉山雄三とか、そう、ああいう若大将みたいな、そう、だから裕次郎なんかもね、これは面白いんですよね、うん、何が面白いかっていうと、うん、要するにアクションスターだったでしょ、うん、ところがスキーでね、足を骨折してね、うん、アクションできなくなるんですよ、うん、それでね、石坂裕次郎に出始めるんですよ、うん、そうするとね、暴れなくていいんですよ。なるほど、宮崎さんが描きたかったのとはいえ、ホワイトカラー的な世界ではないんですよね、きっとね。やっぱり難しいんですよね、うん、やっぱり宮さんいいとこの子だから、あ、そっか、ご自身そっちの方がね、すんなりいけるんですよ、自然に。なるほど、で、おまけにね、うん、都会人たちでしょ。そうですね、そのことに対してすごいコンプレックスがあるから、あ、うん、なるほど、
だからやっぱりね意識してるんですよこれ伊坂洋次郎をどっかで。でその話も当時ねしてるし、まあ五郎君は苦労したと思う。はいはいはい、よくやりましたよ。あ客観的でなきゃ作れないもんこんなの、だって自分の持ってるものをそこへなんだねえ投入はできない、ね、できないでしょ。学んだことしか使えない。そう、だけどまあだから本当手探り、でも演出家っていうのはやっぱりそういう本来そうだと思うんですよ。手腕が求められるんですね。僕なんかねそれをしきりに言ったんですよ、もう僕当時ね、まあ、五郎君に多分そういうことをいっぱい言ったんですよね、要するに今でこそ映画監督に作家性が求められるけど本来おかしいよね、演出ってのはそうじゃないって、いろんなものをこなさなきゃって、でそれで言うと僕シェイクスピアの話ばっかりしたんですよ、シェイクスピアのなんだお芝居、今でこそみんなね変更を加えたりするけれど、ある時代まで一言一句セリフは変えなかったぞって、だけど見た時の印象が違う、これが演出ってもんじゃんって、だから今簡単に変えようとするでしょ、もうああ見てると僕の頭にくるでしょうね、だからまあついでに言っちゃいますけれど、まあ実を言うとですね、五郎君ってあの統率力に優れてるんですよ、前ね、ゲド戦記の時にも僕お話したと思うんですけれど、再びね、この国立において、五郎君がね、毎週土曜日、まあみんなで飯会やるとかね、炊き出して、そうするとね、やっぱりみんながね、まあ、五郎君がやるとスタッフは明るく働きますよね。なるほど、それはね、宮さんには絶対ないからです。高橋さんにもないし、あれはね、得難いあれですよね。そう、職業的に映画を作るっていうことではね、五郎君というのは僕は本当に優れてると思うんですよね。